はい、ミシレンの岡久です。本日はホーフマラソンの前日ということで、東横インに宿泊をしております。で、明日の、目標としましては、2時間半を切って、なおかつ、名和田さんに勝つということで、頑張っていきたいと思っております。で、この大会をエントリーした夏の段階では、結構調子が良くて、1500も自己ベストが出て、結構いい感じではあったんですけれども、マラソン練習を実際始めてみると、全然こうペースを走れなかったりとか、距離走も全然十分にできてないっていう状態ではあるんですけれども、明日はこうなんとか一定のペースで走ることで、2時間半を狙えるペースで耐えていきたいと思っております。で、東横インに今宿泊してるんですけれども、喫煙の、部屋を取ってしまいまして、ちょっとそこしか残ってなかったんですけれども、結構呼吸をするたびにこうタバコの残り香が入ってきまして、かなり今頭痛がして、こう気持ち悪い状態でございます。で、レースは明日の、昼になりますんで、明日の朝まではゆっくりして、また当日に備えたいと思っております。ちょっと明日は雪が降ったり、風が強かったりと、あまりコンディションが良くないかもしれないですけれども、なんとか、いい集団を見つけて、いいリズムで走れたらと思っております。ということで、明日は、なんとか、2回目のサブ2.5を狙えるように頑張りたいと思います。あとは、あわよくば、垂れてきた前田さんの背中を追えたらと思うんですが、そこは、無理かもしれないですが、頑張ります。はい、頑張ります。